広島県の観光地宮島でバケツに頭がはまった鹿が見つかり、観光客らが見事なチームワークで助けました。ぶつかった、かわいそう。ちょっと外してやってや。バケツに頭がはまって前が見えないのか、石垣にぶつかってしまう鹿。この映像は10月3日午後、夫らと観光で宮島を訪れた女性が撮影しました。鹿は石垣にぶつかった後も混乱しているのか逃げ回ります。しかし撮影した女性の夫が鹿の頭を押さえると、別の外国人男性も加わり、角を両手でがっちり押さえます。そして次の瞬間、ついに鹿の頭からバケツが抜けました。ようやく前が見えるようになった鹿はキョトンとした表情。撮影した女性は、前が見えなくて怖かっただろうし、とにかく良かった、バケツが取れた直後の鹿の表情がたまらなく可愛かったと話していました。